握り拳なんとかかんとかなんとかかんとかだオラオラオラあの有線でまたねよくかかってる歌なんですよこれ。握り拳なんとかでってね歌うんですよ。ドスの聞いた声で男たちがオラ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 とか言ってね、そいやみたいなね、完全にもう一世風靡セピアみたいな感じで、でなんなんやろとふざけんなよと思って見たら山崎一門っていう人たちが歌ってるんですよ。これなんやと、もう完全にそっちの話じゃないかとね、組の門みたいなことですよ。でまあ見たらですよ、日本統一ってあるでしょ、あの V チネね、あれの歌らしいんですけど、あなんやと思いましたけど、まあひどいよ、オラ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 なんでしょうね、日本のその不思議な風潮として、ねそっちのね人たちはダメだとね、そんな反社とか言って、反社と絡むなとか付き合うなとかね、もちろんそれは分かりますよ。でもその反社の人たちをかっこよく描いた日本統一とかはものすごいやっぱり人気があるわけじゃないですかね。昔上岡さんが言ってましたよね、芸人と、ね、暴力団の人たちはもうほんまにあの紙一重だと、腕が達者やったのがそういう人たちになって、口が達者やったのが芸人になったというだけやと、楽して金を儲けたいという意味では全く同じやと、根っこが一緒やって言ったのは僕もそれ実はもう賛同というか、同じ種類の人間だなというふうに思うんですけどもね。でもなんかこうなんでしょうね、例えば最近ね広末さんが不倫した言うたらもうほんまにね、すごいでしょ、売国奴かのようにもうみんなで吊るし上げて犯罪者かのようにね、うわーって言ってますけど、なあなたがしてくれなくてもとか、不倫っぽいような映画とドラマとかをみんなでグー見るわけでしょ、素敵、来週も気になるとか言っていやいや興味あんねんちょっとやりたいとか思ってんねや、そういうことね。なんかもう気持ち悪いなというふうに思うんですけど、まあまあそんなこんなで、何があったんかな、すいません先週ちょっとね駆け足で、やりましたんで、今週たっぷりね、やりたいと思うんですけれども、まあネタとかでもちょっとあったんであれですけど、ビッシュが解散したとね、いうことで、まあまあ、僕の知ってる知り合いにミルキー茂雄っていう人がいるんですけど、まあ、その人とか そんな好きだったんや、僕知らなかったですけど、こう熱弁してる動画とかを見まして、っていうか芸人な、何なんですかね、僕は別に否定はしないですし、ただ普通のそのアイドルグループとはちょっと違うじゃないですか、僕ほんと何も知らないんですよ。だからまあそんな美人の集まりじゃないと思うんです、パッと見ね、だけどもなんかこうすごく人気があって、なんか魅力があるんですかね。でなぜかああいうのってすごい芸人がこうやたら言いません、ももクロの時からそういう風潮ありますけど、なんなんでしょうね、あのパフォーマンスが最高だ、いや もちろんそうだと思うんですけど、なぜ芸人がこうやたら群がるんだろう、ちょっとそこになんか感じるんですよね、僕ね。そんなん、何なんだろう。いや、まあ、普通のアイドル、乃木坂が飲んだ、なれだれちゃんが可愛いっていうのとかと、またちょっと違うわけでしょ、ビッシュ。ももクロビッシュ。そして、おそらく、新しい学校のリーダーズがこれから、その立ち位置に行くんでしょうね。でも、分かったんね。いや、別に否定してないですよ。別に否定はしてないですよ。その人の好き好きは、そんなものは。ね。自由ですから。ですけれども、一つだけ分かったのは、僕も新しい学校のリーダーとちらっと見たんですけど、 100% 背の一番高いメガネした女の子いるでしょ、あの子メガネ取ったら美人だって絶対噂になりますよいや僕あの系のやつすごい嫌いなんですよ、あのな
実はあの人可愛いとかって言って、あるでしょ、その売り、その売り方。多分あの子言われますよ。でっていうか、メガネしててもある程度多分綺麗なのはわかるじゃないですか。でも多分こう動きとかなんかあんなんで、あんまり美人じゃないかなと思わせて、綺麗な顔してますよね、あの人ね。多分美人なんですよ。でそれをなんか後からこう言うやつ、僕井上咲楽の時も思ったんですよ。井上咲楽もきっとこれ途中で眉毛剃ったら美人なんですってやるなと思ったら、割と早めにやりよって、やっぱやりよったと思って、でやっぱやりよったし、そこまで美人でもなかったな。なんかあるんですよ、戦術なんでしょうけど、その最初そんなんじゃないと見せかけて、実は、グラビア撮ったらグラマラスだったとかね。いいもうそういうのは。最初からストレートで勝負してる人の方がええやないか、絶対と思うんですけどね。なんかあるんですよね。昔からありますか、日本人のその、メガネ撮ったら美人みたいな。え?みたいな。ねえ。言われますよ、そのうち。あれ見といてください、新しい学校のリーダーズの背の高い人。なんかそんな感じかな、思ったのはね。しかし最近暑い、暑ない、もうちょっとやばいな。でこの年になってこう紫外線っていうのも怖くなってきてね。いや前まで何とも別に思わなかった、何やったらこう日焼けする方がいいみたいに思ってたんですけど、何やろうね、まあこの年はもう関係ないかもわからんけど、焼き方を、だからね、前言いましたけど6月ぐらいに焼けたやつの焼き方がまあミスってるのか、もうなんか なんていうんですか、まだらな感じで焼けてしまったんで、動画とか見ててもちょっとこう汚えなと思ってね。もうこれからはケアしないと、あの日焼け止めをね、しっかり塗ってやっていこうというふうに思うんですけれども、ちょっとここから事務的な話になるんですけども、ちょっとね、来週再来週とね、ちょっとね厳しい、撮るのがちょっと予定が入りましてね、金ラジオ厳しいんですけど、もうちょっと決めまして、来週はですね、ちょっとごめんなさい、全然金曜日にアップはするんですけども、水曜日に撮ります。なので、全然そのもう、絶対送ってくれとはもう言わないですから、火曜日のね、23時59分までに来たネタの中からで、ちょっと申し訳ないですけど、来週は、紹介させてください。それでやらせてください。すいません。だから水曜日にちょっと撮って、金曜日にアップするという来週は形で。で、再来週は、ちょっとやります、ある企画を。さあ後で言います。はい、という感じでちょっとやりますので、すいませんけれども、来週再来週ちょっと金曜日にね収録するのが厳しくなっているので、ちょっとそんな感じの業務連絡でございました。はい、というわけで、早速参りましょう。斉藤紳士の金ラジオ。しかコメント出えへん毎日になってしまってますので、今年の夏さらに暑いわけでしょう。これはやばいぞっていうね、年々やっぱひどなってるな。だって今ぐらいの暑さが真夏のその8月の頭ぐらいの一番暑い時ぐらいやったような気がするんですよ。子供の頃ってそんな暑なかったんや、子供の頃よく考えたら。夏ってね、だって朝晩は夏でも涼しかったですもんね。今そんなことないもんな。ね、そんなことを思ったりするような今日この頃ではございますけど、それでは、早速コーナーの方に行きましょう。通り部東京リベンジャーズの名台詞のようにかっこいいフレーズで世の中を切ってください。ラジオネームミルキーシゲオ。塩分取らずに汗いっぱいかいてるやついる?いねえよな。危ないですからね、塩分しっかり取ってください。塩分チャージとかなんかありますからね、そういうのもね。はい、ラジオネーム無回転観覧車。ビーフオアチキンって聞かれてチキンって答えるやついる?いねえよな。
いや、いるでしょ。まあ、ちょっと大きいかな、ビーフの方が。うん。ちょっとね、ちょっとビーフっていう人の方が多いかなと思いますけどね。チキン、僕はチキン好きですけどね。ラジオネーム、19年ぶり再会。あ、19年ぶり再会さん、ね、あの、カボイ呼ばれてましたね。9回裏、近鉄バッファローズの攻撃、代打逆転サヨナラ満塁系優勝決定ホームランを打つ直前の北側の打席の途中で、球場を後にして一生後悔してるやつっている？いねえよな。さすがにあの状況で、ね、帰った人はいないと、結構あそこまでも盛り上がってたんで、でもあれ見逃したらね、もう今の、若い子は知らなかったりするんですかね。北川がもともと阪神にいたことも知らないでしょうしね、いい選手だったんですけどね。キャッチャーで取ってたんで、キャッチャーだったんですよね、阪神の時は。ずっとキャッチャーじゃ なくその外野とかでね、使えばよかったのにというふうに思った一人ですよね。ラジオネーム西向桜井。ワンピース106巻買ったやついる？いねえよな。なんでやねん。おるやろ、山ほどおるやろね。えもう106巻出てました。まだ僕も買ってないんですけども、本屋に行ったらずらっとね、もうありますから。ラジオネーム、ブラムサお寿司。遠足のおやつの金額遵守してたやついる？いねえよな。遵守のことを損守って言ってるやついる？何やそれ。あ、まあ損守とも読めますからね。遠足のおやつの金額、あ、守ってたかな。守ってたと思いますけどね、僕は。でもなんか、当時バレるしね、別に。だって100円のものを買うって言ったって、どうせ50円の何かと30円と20円でしょ。昔は値段も覚えてたもん。だってお菓子の駄菓子の値段、今みたいにその消費税とかない時ですよ。僕は小学校4年生ぐらいの時に消費税が導入されたんで、それまではね、もうきっちり買ってましたから、あれが30円、あれが50円とか大体覚えてましたけどね。斉藤慎さんの著書をベタ褒めする書評が書きたいネーム大体は、ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。ぜひ書いていただきたい。通り部、急になくなった用事が復活したら行きたい用事でも何か行きたく なくなるやついる？いねえよな。これね、わかりますわかります。一回なくなった用事がね、また復活したらなんか行きたくなくなるね、その感覚わかりますよね。カーボーイと不毛な議論では全然読まれないけど、このラジオで送ったのが結構読まれてるので嬉しいですね。うな重一丁。吉永小百合さんのこと嫌いなやついる？いで確かにな、あんまり嫌いになる要素がないですしね。お綺麗な方ですね、いつまでもね。ラジオネーム春亭より、く彼女の乳輪が昔のシングル CD サイズじゃなく今のシングル CD サイズぐらいあって、思わず自分の母親やおばあちゃんを思い浮かべたやついる？いねえよな。でかいな、そんなでかい。ねえ、まあでもたまにいらっしゃるらしいですね。僕は見たことないですけど、生で。たまにそういうね、ビデオとか見る、ビデオってAV とかね、見るといるじゃないですか。嘘でしょみたいな。田んぼにね、ネズミちゃんはツバメかとかスズメよけで置いてる、あのなんか目ん玉だけの的みたいなやつあるんですか。あれぐらいでかい乳首の人いますけど。でかすぎるやろっていう。ラジオネーム、シャワーヘッド。ジャニーズの美少年に美少年じゃないやついる？いねえ。あ、一人おるや。誰よ。知らないんですよ、僕、美少年って。でもこれ僕の、まあ、美意識なんてのものもね、個人的な自由ですからあれですけども、
なんか昔のジャニーズってもうなんて言うんでしょうか、もういやおうなくイケメン、もう誰が何と言おうとイケメンみたいな、それこそキムタクみたいな、あんな感じの顔ばっかりだったような気がするんですけど、なんか最近えっていうのいません、たまに、えこれそうなの、えああ笑うたらちょっとイケメンかみたいなぐらいの、ちょっと変な話してるでこの人みたいなとかね、矢印みたいな話じゃないこの人みたいな、下向いた矢印みたいな話してるけどなとかいうね、思う人もたまにいますけどね、誰とは言わないですけど、ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ、レニちゃんの写真集で変なことする旦那いる？いねえよな。レニちゃん写真集出したんですよね、レニちゃんもなかなかですけどね。なかなかで、何がなかなかかはちょっと言わないですけど、ラジオね、もう一個行きましょう。ほうれん草むしゃむしゃ、雲南世界征服宣言、東海道53次自転車の旅ゴールスペシャルの生放送で高田真由子のパンチラがずっと映っていたことを覚えてるやついる？いねえよな。いねえよ。懐かしいな、世界征服宣言よう見てました、ほんまに。やっぱなんだかんだで雲南さんみんなね見てますよね、面白かったですもんねやっぱね、ラジオネーム春定用肉、今日授業で習ったところが次の試験の問題に絶対出ないって思ってるやついる？いねえよな。何やねん。いやでも確かにそうですよね、もう学校で勉強してたなんてのは遠い昔で全く記憶に ないですけどね、今やったら真面目にするかなとも思いますけども、ラジオネーム西向く桜井、このままツイッターがダメな場合、金ラジオへのネタ投稿用にスレッズを登録したやついる？いねえよな。スレッズっていうのはあるんですか？なんかすごい、僕正直ね、僕ねノーダメージというか、ツイッターを最近あんまりちゃんと見ない、もうに時間を食われるんで、もうツイッターを見ないように極力、してるんで、ちょっと正直 なんかすごく閲覧注意ちゃうなんて閲覧制限みたいななんかあったんですよね、もう全然知らなくて、普通に生活してたんで、みんなえらい怒ってるんで、どないしたんっていう感じ、僕はちょっとわからなかったんですけどね、ラジオネーム19年ぶり再会、この後に及んでハンターハンターの毎週の連載を期待して待ってるやついる？いねえよな。まあ無理ですからね、もう寝転がって書いてると富樫先生はおっしゃっておりますけど、寝転がって書いてもいいからさ、なんとか書いてほしいし、やっぱハンターハンター僕大好きなんで、読み返すたびに思うんですけど、暗黒大陸の前で追われてましたよね、あの話。もうなんでまた大風呂敷広げたの、またそれが大風呂敷がごっつおもろそうな、ねえ、この世界の外側にはもっとすごい強い奴らがいてとか言われて、今まででも十分面白かったのにってなるわけじゃないですかね、やめ時をちょっと逸したような気がしますけどね、ラジオネームバナザードアップショー、携帯に非通知の着信があって全く躊躇なくワンコールも鳴らさないうちに電話に出ることができるやついる？いねえよな。これほんといねえよな、怖いもんな非通知の着信。ワンコールも鳴らさないうちに、はい、もしもしってね、出れない。あれほど怖いもんはないかもね、確かに今の世の中ね。ラジオね、無回転観覧車。成人式で久しぶりに会った同級生に、お前変わってないな、いくつになったって聞くやついる？いねえよな。これガッツさんですかね。ガッツさんでしたっけ、ですよね。お前、ね、いくつになったって言った。パンチドランカーのヤバめのねエピソードたくさんありますからね、ラジオネーム19年ぶり再会、梶ヶ谷拓也をお笑い芸人として見てるやついる？いねえよな。ごめんなさい全然知らん、誰？梶ヶ谷、調べよう、梶ヶ谷拓也、
市ヶ谷拓也知ってます皆さん。ああ、あれか、あれのやつか、家電のやつか、スマホのやつか。あ、スマホのやつや。税理士もやってるんですね。頭いいんだな。そう、でもこういうの多いですよね。なんて言うんでしょう、芸人って言ってるだけで、うん、いやもうその家電の人やんっていうなんかたまにいるんですよ。なんか、まあなんか朝の情報番組かなんかで、自衛隊芸人をやっております、なんとかなんとかです、はい、あ、そうですね、今はですね、NSC の方行きながら、やっております、はい。めっちゃめちゃいい子で、好青年で、おもろいこと一個も言えへんいや別に面白いこと言わなくてもいいけど、面白いこと言おうと知ってる努力すらしてないっていうか、受け答えも全部はいそうでありますみたいな、もう全然ボケの姿勢ぐらい見せろやって思うんですけどね。ラジオネームにしむくさくらい、浅田ハロちゃんからアレン、アレン全然読まれへん、アレン、アキアリクリエクレアちゃん、ハサに推し変した不届き者いる、いねえよな、全く読まれへんこれアレン、アキア、ちょっともうなんやの腹立つわアレン、アレン、アキアキア、アキア出てる、なんて読むのこれ、アレン、メアリ・クレア、なんやそれ読みにくい、アレン、メアリ・クレアちゃん8歳、日本の子役だそうでございます、はい。何でしょう、シゲオがそんなこと言ったんですか、また、どうせね、幼女のことはね、幼女、幼いね、女性のことはね、多分シゲオさんだと思いますけど、斉藤紳士さんの著書をベタ褒めする商標が書きたいネーム、大体ワオ、スマホのゲーム広告をなんか見ちゃうやついる？いねえよな。あれ、なんなんあれ。ほんまに。なんか、僕は飛ばしますけど、スキップで。なんかね、ワオ、ワオとかで、なんかすぐ死ぬやつとかあるでしょ。なんか、ようわからん。なんやねん、これ。なんかこう、パズルで人を助けてみたいな。絶対死に読んでね、途中で。ワオとか。気持ち悪いなと思いますけど、カボイと不毛な議論では全然読まれないけど、このラジオで送ったの結構読まれてるので嬉しいですね。ムラジオ一丁、キリンの川島さんのことをいい声だと思わないやついる？いねえよな確かにね、めちゃくちゃいい声ですからね、まあ、あの人があそこまで売れるとはね、驚きましたけど本当ね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、天地真理さん直撃世代で現在の変わり果てた天地真理さんと付き合えるやついる？いねえよなだら僕らはちょっと知らないんですけど、正直可愛かったんでしょ昔は。今鼻のね、釣り上がった太ったおばさんのイメージがだいぶ何年も前からついてて、この人ほんまに美人やったんかなとか思うんですけどね。もう一個行きましょうかね。ほうれん草むしゃむしゃ、月刊チャンピオンの表紙で田中美久ちゃんの ビキニからニプレスがはみ出ているのを見て乳輪の大きさを想像したやついる？いねえよな誰やねん田中美久ちゃん。もうほんま覚え、皆さんすごいよねようそんな覚えられるよね。もう全然覚えられへんわ。ラジオネームシャワーヘッド、夏のボーナスが現物支給の天津甘栗10個のやついる？いねえよな何でしょうこのこち亀みたいな展開だいぶ古い一巻ぐらいのねボケでね、ボーナスや言うてナスに棒を突き刺したやつね、渡すっていうのがありましたけど、ラジオでも春っていうにか、藤子不二雄の漫画みたいに犬に追いかけられて最後にお尻をから噛まれたことがあるやついる？いねえよな絶対ありますよね、最後にね、犬に追いかけられてね、お尻噛まれてね、ジャンプして静止画で終わるんですよね勘弁してよとか言ってね、
ラジオネーム西向桜井。ミルキー茂雄さんのように上京して10年以上経つのに友達が一人もいないやついる？俺なんか30年いねえよな。30年おらんのつらいな。長いな。でももうあの人がね、東京行っても10年経つのかっていう驚きですけどね。僕東京行こう思ってるんですよ言った時ね、もうついに行かれてもうたかと思いましたけどね。ラジオネーム無回転観覧車。映画館のチケット窓口でおっぱいバレーを大人一枚って言えるやついる？いねえよな。昔はね、今はね、あの、まあ、全部なんていうんですかね、発見機とか出てきますけど、昔はやっぱり窓口行ってね、すいません何々何枚とか、大人一枚子供一枚とかね言ってましたから。おっぱいバレーの時はどうやったかちょっと覚えてないですけどね。おっぱいバレー大人一枚恥ずかしいよな言うのな。ラジオネーム19年ぶり再会。神取忍が2000年に発売したセミヌード写真集買って今でも大切に保管してる物好きなやついる？いねえよな。そういうありましたね、神取さんがね、セミヌード、まあ誰が買うねんと思いつつも、でもまあ筋肉美というね、ことで言うと、やっぱり見たくなりますから、それはね、そこに価値が十分ありますからね。ラジオネーム西向く桜井。痛み止めを飲むと痛みが止まるやついる？いねえよな。確かにいねえよな。あれでは、取れた、もう全然痛みないわってないもんな。気休めで飲んでるとしか思えないですもんね。ラジオネームハルテイオニク。文化放送の番組に花があるって思ってるやついる？いねえよ。なんちゅうこと。まあまあまあね、花があるかないかと言われたらね、なかなか、大変ですけどね。もう一個いきましょうかね。ラジオネームハルテイオニク。この中で生ハムメロンの美味しさを分かってるやついる？いねえよな。生ハムメロンってしたことないな。いやもちろんね、よく見ますけどテレビとかで映像では、自分で食べたことはないな。どうなんですかね、しょっぱさと甘さとはいいんですかね、よくわからないですけど。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。バクのボーカルと穴井優子が付き合ってたの知ってるやついる？いねえよな。そうな。俺知らんかった。これバックのボーカルの人って穴井優子さんね、いましたね。穴井優子も古いな、だいぶな。誰ももう知らないのな。ラジオネームシャワーヘッド。元竹内図ガマノスケのファンとの性行為撮影強要トラブルの記事を300円払ってまで読んだやついる？いねえよな。これは事実関係がわからないんで何とも言えないですけども、そんなことがあったんですか。竹内図って解散したんですよね。なんか解散が本当に最近多くてね、びっくりしますけども、まあ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 ファンからしたら残念だと思うかもしれないですけども、もうどうしようもない時ありますからね。もう無理っていう、もう顔見るのもマジで嫌やっていう、その気持ちものすごいわかります。ものすごいわかります、本当。ラジオネームハルテイオニク。この中で集会来たの今日が初めてだよっていう人いる？いない？恥ずかしくなることないよ。遠慮せずに言って。何やねん。何やねん、あの集会。こんなんずっと言ってたんや、最初に。いねえよな、あの前になんか。いいやろって思うんですけどね、別にね。ラジオでバラザードアップショー。黒、赤、青、緑の4色ボールペンで一番最初に緑を使い切るやついる？いねえよな。もう今この4色ボールペンすら使わないと思うんですけどね。昔は使ってましたけどね。まあ、緑はあんま使わないんですよね、結局ね。だから緑と青がもう役割が似すぎてるんで、やっぱね、キャラ被りまくってるんで、やっぱ難しいですよね。ラジオネーム、無回転観覧車。スイカを使って自動販売機でジュース買うときに先にスイカ当てて素早くボタンを押して買おうとするやついる？いねえよな。
こういうのありますよね。ボタン同時に押したら2個出るんちゃうかとかね。ああいうのくだらないことやるやついるんですよね。もうほんま。俺これうまいねんとかね。うまいねんって言っても成功はしないんですけどね。なぜかやりたがるんですよ。ラジオネーム、19年ぶり再会。さんまのお笑い向上委員会に何が何でも出たいって思ってる若手芸人っている？いねえよな。もう時代なんでしょうね。昔はさんまさんのあんな番組に出たいと思っている芸人ばっかりだったら、もう今や怖いが勝つんですよね。でも結構断る人多いらしいですもんね、あれね。確かにな、自分のやりたいようにはできないですからね。斉藤慎さんの著書をベタ褒めする書評が書きたいね。大体はなんとなく息してて、あ、鼻の奥に固まってるのがあるなって思うやついる？いねえよな。ありますね。あれ気になるんですよね。あの鼻の奥にあるわみたいなね。なんでこれやたらあれだでしょうね。ラジオでもハルテよりくこの集会に参加してるお前らの中で今日お昼寝しないでここに来たやついる？いねえよな。これ何なん？何をずっと確認してんのこの人。面白いですね、このシリーズ。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。これまで1年間金ラジオは2倍速で4回聞いていたのですが、通常で2回聞いた方が楽しめることに気づいたやついる？いねえよな。普通でええわ。普通で聞いてくれ、1回でええから。あ、でもまあまあ、僕のこのテンポだと確かに2倍速の方がいいのかな。全然いいんですけどね。聞いてくれればそれで、本当に。もう一個行きましょうかね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。ミルキーさんがビッシュのことをあれだけ大好きってことは、メンバーに10歳のやついる？いねえよな。ロリすぎやろうと思いますけどね。どんどん低年齢化してたら、ほんまミルキーさんの好きなね、感じになりますよ。平均年齢9歳とかね。完全にやばいですからね。ラジオネーム、無回転観覧車。テレビ見てて CM になったから違うチャンネルにしたら、帰る前のチャンネルと全く同じ CM を全く同じタイミングで放送してたので、思わず2つのチャンネルを行ったり来たりして楽しまないやついる？いねえよな。これは昔をやってたな。何が嬉しいんかしら。うわ、ちょっと待って、一緒一緒、4ちゃんと6ちゃん同じ CM、 うーやっばーとか言ってね。もう今はそんなこと、そんな現象すら起こらないですけどね。まあそんなにテレビを見てないってことなんでしょうね、もうね。ラジオネーム、19年ぶり再会。向けてるのに新生方形にする手術を受けたバカなやついる？いねえよな。ねえ、笠地蔵やなんやからね。後から別にかぶせんでいいんですよ、ね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。松坂慶子より網タイツが似合うやついる？いねえよな。でも今、らんまんにね、出てらっしゃいますけれども、昔と随分イメージ違いますよね。やっぱ昔ちょっとエロティックなイメージもありましたけども、今完全なるもうこう、おばあちゃん役みたいなね、どしっとしてるみたいな感じになったから、やっぱ女優さんってすごいなと思いますよね、ほんとね。いろんなことができるんやなっていう。ラジオネーム、無回転観覧車。声優のラジオ番組がスタートすると、最初の放送でラジオネーム、ペンネームに変わる番組オリジナルの〇〇ネームとか、挨拶のこんばんはに変わる独自の挨拶、何々番はを、決めるっていう通過儀礼みたいなものがあることを知らないやついる？いねえよな。そうなんですね。ちょっと僕はあんまね、声優さんのラジオは聞かないんであれですけど、若干ちょっと寒い感じが漂って、まあでも可愛い女の子だったらいいのか、別にね、それはね。ラジオネーム、19年ぶり再会。
この時代にオリコン週間ランシングル売上ランキングを毎週かこと細かにチェックしてるやついる？いねえよな。いないですね。僕らの頃はあれを見るのが楽しみだったんですけどね。もう1位は誰や、もうミスチルが1位になった時とか感動したりとかね、トンネルさんのあのガラガラヘビがやってくるが1位になった時とかね、うわー言うてもう興奮してましたけど、1位やーね言ってましたけど、今はそんなんで興奮したりしないっていうか、もうすごいんですよ。あの僕もなんか YouTube でそれは完全な違法なやつなんでしょうけど、なんか1990年代からの、カウントダウン TV の1位毎週のをずらーっとやってるのがあって、もうね98年ぐらいまでかは全曲歌えますよ、はっきり言うて。ただやっぱ2000何年とかからなってくるともうね、わー分からん、あこの歌知らんってなって、もう最近のなんてね全部アイドルなんですよ、全く知らんよ。怖いなと思います。まあ売り上げもガンと落ちてるらしいですけどね。斉藤慎さんの著書をベタ褒めする書評が書きたいね、大体ワンをホームセンター行って材木売り場見ながら、これどこから取引してるんだろうって思うやついる？いねえよな。これ思いますよね。でもね、これどういう手順でどう取引してここに来たんやろうとかね思いますよね。だってああいうとこ行ったら謎のもんも売ってますからね、結構ね。これ何に使うのみたいなのもありますからね。ラジオネーム19年ぶり再開。近本にボールぶつけて骨折させたその日に無神経なツイートとかしちゃうやついる？いねえよな。これほんまね、いや別にいいんですよ、しょうがないとは思うんですけども、もうあれだけ叩かれ、叩いてるやつが悪い部分もあるんですけども、高梨ね、消せや。消したらええや。そんなすごい面白いこと書いてるわけでも何でもないし、なんかわあめっちゃ批判されてるわと思った瞬間に消しちゃいいのにね。何の意地を持ってるのか、ぶつけたことどうこうとか、その別にファンに対して謝らなくてもいいし、ツイートで謝らなくてもいいんですけども、まあ、その日にねぶつけて骨折させたんですよ、近本。もうおもう何でしょう、阪神の宝というよりももう日本の宝ぐらいですよ。だってもうオールスターね、最多得票をしたのは近本ですから、その選手にまあぶつけて骨折させたわけです。まあそれはいいですよ、別にまあね試合中のことですから。で謝ったのもなんか本人は糸原っていうまあ選手を通じて謝ったというふうに言ってるんでも別に構わないですけども、なんかその日の晩に ねみんな泣いすぎたっていうなんか写真を載っけて、それだけですよ、あの文章も。でそれに対してファンがね、ナイピってお前当てといてよう言うなおらみたいな感じでうわーってなったわけです。もうその時点で怖い怖い怖い、消そうって、消せやって思って、未だに消してないですからねそのツイート。もうほんま不思議な、消しちゃえやん別に、そんなおもろいツイートなわけでもなんでもないし、特別なツイートなわけでもないでしょ。何なんでしょうね、その意地の張り方が、うわこういうやつなんやろうなって思ってしまうんですよ正直。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。小山田圭吾にそっくりなミルキーしげをコネクリアヌスと呼んでるやついる？いねえよな。何を言うと、ちょっと似てるかなと思いますけどね。ラジオネーム無回転観覧車。40から50代のおっさんでバス降りるときとかのボタンを押すときにポチッとなって言わないやついる？いねえよな。もう完全にあれですよ、タイムボカンシリーズなんですけどね、ポチッとなって言うんですよ。でもポチッとなって確かあれアドリブなんですよね。なんかこの間声優のやつやってましたよね。そうなんですよ、ぼやきの声の人がね適当に、もうあれ台本がなかったって言いますもんね。ボタン押すのポチッとなっていうのがアドリブだったってすごいですよね。ラジオネーム19年ぶり再開。
ブルーレイとの競争に負けた HD、DVD が見られるプレイヤー持ってるやついる？いねえよな。なんかブルーレイとか DVD とかもそうですけど、ものすごい短かったんですよね、天下が。ね、もうやっとビデオに変わる新しいとんでもないのが出た言うて、もっとあれが、でブルーレイが一番短かったのかな。 DVD になってからしばらくね、 DVD 文化がありましたけど、 もっとすごいブルーレイの出たんやでって言った次の週ぐらいにはもうなんかパソコンでなんか全部できるらしいよみたいな、なんかアプリっていうのができたらしいよみたいなね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、ギリギリガールズから AV デビューしたの3、え、ギリギリガールズから AV デビューしたの3人って知ってる？知ってる。あおや、あおやでこれ。3人もおんの？あれですよね、ミスチルの桜井さんの奥さんもギリギリガールズじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？そうですよね、確か。すごい、すごい大金星ですよね、そう考えたらね。ラジオネームハルテイお肉。ラジオ好きなお前らの中で焼きそばカオルをカリスマ扱いしてるやついる？いねえよな。いたら絶好だからな。よくわかんないです、僕この焼きそばカオルさんって。あんまり、なんかツイートでなんか流れてみんな来て見たことありますけど、別に別にどうということないですよね。さあ、続いていきましょう。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。ビッシュの解散コンサートにどうしても行きたくて、明石家さんま座長公演の全国ツアーの稽古をサボったやついる？稲田だよな。ね、だからそんな好きなんやって思いましたけどね。で、またあれで怒ってる可愛いっていうのもね、ようわかりますわ。なんか可愛いってそういうやつなんですよ。いい風に言ったら熱いやつでね、悪い風に言ったらむさ苦しいやつ、ね。ラジオで無回転観覧車。同様の結んで開いてのまた開いてのところでクパーと股を開かない AV 女優なんている？いねえよな。やめなさい、本当に。開かないですよ、AV 女優さんはね。普段はお堅いですからね。さあ、最後行きましょう。ラジオネームミルキーシゲオ。今配ったプリント届いてねえやついる？いねえよな。なんやねんこの先生。届いたやついる？まあこれ言い方違いますけどね。はい、プリント届いてない人いますね、ぐらいの感じですから。そんな言い方しないですから。続いてのコーナー行きましょう。竹しメモ。こんな〇〇は嫌だから始まる竹しメモを考えてくださいということでね。この竹しメモがね、なかなか皆さんさすがだなというね感じなんですけれども。ラジオネームミルキーシゲオ。こんな、美容師さんは嫌だ。貧乳の美容師嫌ですね、これはね。シャンプーの時全然おっぱい当たらないですからねとか言っちゃってね。こんなことなら、キュービーハウス行けばよかったとか言っちゃってね。気持ちいいとか言っちゃってバカ野郎。で急に最後気持ちいいって。ちょっと違うねんな、この人なんかな。ラジオネーム無回転観覧車。こんなローマの休日は嫌だ。真実の口に手を突っ込んだら真実の口がゲロを吐いた。これは嫌ですね。いや昨日飲みすぎちゃったよって。おいおい、そんなに奥まで手突っ込むじゃねえよ、気持ち悪い、ゲロゲロってね。ここはシンガポールのマハライオンかよって、バカ野郎。いいですね、面白いね。ローマの休日のね、あれ誰でした？グレゴリーペックやったっけ？でもね、手突っ込んだらほら、手がなくなったって、袖に隠してね、出すやつあるでしょ？あのシーンあるでしょ？なんかあれもアドリブだったとかっていう、嘘かまことか知りませんけどもね、話もあったりもしますよね。ラジオネーム、ブラムサお寿司。こんな区役所は嫌だ。
職員がみんな怒りっぽい。嫌ですね、これ、こんな区役所。すいません、なんてね、言った途端ね、みんなに聞いて睨まれたりしてね、おいらなんてあれだよ、気が小さいから、あ、いいですなんてすぐ謝ってさ、住民票なんですけどって、おどおどして聞いたら、思いっきり下打ちされてさ、仕方ないから、館内案内図みたいなのを見て、うろうろ窓口探してたらさ、いきなり首根っこつかまれて放り出されてさ、なんだよってよく見たら、おいらズボン履くの忘れててさ、下半身ブリーフ一丁じゃねえか、これじゃ変質者だろ、バカ野郎。ありそうですね。ほんまのたけしメモっぽいな、なんか。いいですね。大喜利を極めたら少しは楽になれるかなね。もう、まあ、本当にそうなんですけどね。大喜利を極めたらね。大体は、こんなカメルーンは嫌だ、ね。中津江村を普通に忘れてる。嫌ですね、これは。昔世話になったろうっていうね、肝心のサッカー代表チームに聞いても、何ですか、それはって聞き返されちゃったりしてね。バカ野郎。これ辛いですね、中津江村を忘れられてたらね。あんなに話題になったしね、あんなにあの頃はこう仲良くやってたんでね、忘れてほしくないですけど、カーボーイと不毛な議論では全然読まれないけど、このラジオで送ったのが結構読まれてるので嬉しいですね。むうな重一丁、こんなガクトは嫌だ、体がぽっちゃりしてる。嫌ですね、これは。あんなに声がいいのにね、体だけ全然ぽっちゃりでね、見た目とのギャップがありすぎてバカ野郎。まあね、確かにガクトのね、言ったらいいとこの一つですからね、あの綺麗な肉体というのはね。ラジオネーム春ていお肉、こんなプロ野球の助っ人外国人選手は嫌だ、試合中自分のバットを磨いている、こいつは何なんでしょうね、試合中ベンチで、ね、自分のバットをね、牛骨で磨いてるやつがいてね、でもよく見たらバットはバットでも自分の下半身のバットでね、牛骨で磨きすぎて余計にテカテカに黒光りしちゃってね、あー気持ちいい、万歳って、クロマティーかってバカ野郎。いいですね、さすがな。これ面白いな。ラジオネーム、バナナダップショー、こんな美容室は嫌だ、高枝切りバサミで切ってくる。これは嫌ですね。ハサミが長すぎるから常に5メートルぐらい離れたところから切ってですね、もうちょっと前髪切ってもらっていいですかって言ったら、何ですか、遠すぎて聞こえないですとか言っちゃってね、でもこんなハサミで意外とうまく切るもんだから上手ですねって言ったら、ありがとうございます、昔庭師を目指してたんですとか言っちゃってですね、そして切り終わったら、はい、剪定終わりましたとか言ってですね、わ、いや、わしは庭の植木かってバカ野郎。いいですね、高枝切りバサミで切られるのは嫌ですね。だいぶ遠いね、ちょっと離れないといけないから、距離あるからね。ラジオネーム無回転観覧車、こんな、幸福の黄色いハンカチは嫌だ、ハンカチすべてに殺すって書いてある。嫌ですねこれは。俺が刑務所いる間に浮気相手からもらったものとか、 もしかしてバレた、それともあいつの、貯金通帳から勝手にお金下ろしたのがバレたのかも、これやべえぞ、帰るのやめようかなってバカ野郎。いいですねこれ、ハンカチすべてに殺すってね、相当な恨みを買ってますからねこれ。あー面白いな。ラジオネーム春ウテイヨリク、こんな老人形の館は嫌だ、ね、入館料取られる。これは嫌ですね。森奥深くにある洋館に少女が連れてこられるんだけど、洋館に入るときに入館料を請求されちゃってね、少女も少女で、え、ただじゃないんですかって驚いちゃったりしてね、一応いくらか聞いてみたら謎の老人から子供は1000円になりますって言われちゃってね、でも今持ち合わせがないから今度でいいですかって聞いたら、老人も老人で次回のお越しをお待ちしておりますとか言って少女を返してあげちゃったりしてね、それで後で悪魔に怒られて老人が老人形にされちゃいました。で、そんなものいらねえっつうの。あ、いいですね、面白い。さすがやな、いろんなパターンできますからね。もう一回いきましょうかね。ラジオネーム春手よりく、こんな戦隊は嫌だ、ピンクが吉田沙保里だ、これは何なんでしょうね。こう言ってんのピンクが吉田沙保里でね、一人で戦隊 5,
5体分ぐらいの力があってね、他4人の隊員の力を借りなくても圧倒的な力で1人で怪人を倒しちゃってね、それを見たテレビの前の子供がこんなのピンクじゃないなんて泣いちゃったりして、しまいには子供のお父さんまで一緒になって泣いちゃってね、しょうがないから来週急にピンクが死んじゃってね、次のピンクは誰かなって楽しみにしてたら2代目ピンクは元アメリカソフトボール代表のブロスト選手になりましたって、バカ野郎あ、ブストス選手ですね、ごめんなさい、ブストス選手になりましたってバカ野郎。あ面白いな、すごい、やっぱね、竹さんのこの勢いで喋らないとね、面白くないですから、これは僕のね、練習にもなります。カーボーイと不毛な議論で全然読まれないけど、このラジオで送ったのが結構読まれてるので嬉しいですね。ムうな重一丁、こんなハバネロは嫌だね、全然辛くない。これは嫌ですね。見た目が辛そうなのに舐めてみたら全然辛くなくてね、芸人さんがリアクションに困ってしまってバカ野郎って。確かにね、うわこれハバネロですか言ってね、舐めたら全然辛なかったらね、困りますからね。あれだからよく言うでしょ、本当はね、熱湯風呂とか言ってるけどぬるいんじゃないかとかね言いますけど、逆にしんどいってあれぬるかったりとか、辛いって言われてるものが全然辛くなかったリアクション取りにくいから、ある程度はそら熱っとかなるようになってますよ、ちゃんとね。大喜利を極めたら少しは楽になれるからね。大体はこんなオールスター感謝祭は嫌だ、全員答えを知ってる。いやですね、これは全員スタンドアップする必要ないですからね、何のためのクイズだっていうね、休憩中答え見ながら次は3番かっていうね、バカ野郎。いやですね、確かに知ってたら答え知ってたら嫌やな、全然面白くないもんね。ラジオネーム、ラジオネーム回転観覧車、こんなインディ・ジョーンズは嫌だ、巨大な糞転がしのために追われて逃げる、嫌ですねこれは。うわ巨大な弾が襲ってくるって言ってね、逃げ遅れてもふわふわの動物の糞だから踏まれてもそんなに痛くなくて全然平気だったりしてね、で転がしてるのが糞転がしじゃなくて弾丸でね、お前芸名変えたのいつの間にか戻して糞を転がしてんじゃねえよって、ダンカンバカ野郎。いいですね、面白い。確かにね、糞、まあ臭いでしょうけどね、もうね、糞転がしの玉ですから、糞ですからね、あれは。まあ痛かないですよね、別に踏まれてもね。ラジオネームハルティーヨニク、こんな戦隊ヒーローは嫌だ、ホワイト企業すぎる。これは嫌ですね、悪の組織から地球を守らなきゃいけないのにね、やたらときっちりしててね、10時と午後3時になったら小休憩、お昼は1時間休みがあったりするから、休憩時間にどんなに悪いやつが暴れててもきっちり休んだりしてね、やっと出動して戦い始めたと思ったら6時になったら戦隊もの見なきゃとか言って、夕方5時の定時には家に帰っちゃったりしてね、じゃあ見終わったらまた来てくださいって言ったらね、その後ギリギリの鬼太郎、7時からは日本昔話、8時から全員集合、9時から映画だから無理ですって、昭和の土曜日かってバカ野郎。うわーこれ一番好きな土曜日やな。鬼太郎見て、日本昔話見て、全員集合見てね、9時からゴールデン洋画劇場で最高の土曜日。こんな土曜日を味わってたんですよね、昔はね。なんかちょっと思い出しちゃいますけど、大喜利を極めたら少しは楽になれるからね、大体は。こんな芝浜は嫌だ、普通に金をくすねる。嫌ですね、これは。何も始まらないし、男も何も変わりませんからね。これを立川男子がやったって、イリュージョンでも何でもないですからね。バカ野郎。ね、くすねちゃダメなんですよ。こう、夢、ね、夢だってならないとね、いけないのね。いや、確かにあっただろう。何言ってんだよ、アンさん。ね。夢でも見たんだろうってね、おかみさんが、男子衣装がやるやつが井戸っぽいんですよね。いや、そんなことね、あってたろ、ここにって。おい、よしておくれよ、みたいな、こう、声がね、なんとも色っぽい、艶っぽいんですよね、なぜかね。ラジオネーム、ハルテイヨニク。こんな戦隊ヒーローは嫌だ。300色もいる。これは嫌です。5色の戦隊ヒーローかと思いきや、300色分も隊員がいてね。変身しても並ぶのにダラダラ時間かかっちゃったりしてね、しまいにはダッシュだダッシュ、そこをキビキビ動けなんて逆に怪人に怒られちゃってね、やっと崖の上に並んで名を、ね、名乗り始めても125番目ぐらいでエンディング迎えちゃってね、来週の300色戦隊は126番目からだって、どう考えても多すぎだバカ野郎。
いいですね。ね、細かにね、色を分けたら、まあ、それぐらいあるとね、言う人もいますから。もう一個いきましょう。ラジオネーム、ハルテイオニク。こんな暴走族は嫌だ。補助付きの自転車でしか乗れない。これは嫌ですね。暴走族なのにバイクどころか自転車にも乗れなくてね。しかも補助付きの自転車じゃないからすぐ倒れちゃったりしてね。仕方ないから補助なし自転車に挑戦するんだけど、お母さんに後ろを支えてもらったりしてね。ママ離さないでよ、絶対だよなんて言いながら押してもらったらね、なんか乗れちゃってね。お母さんもマー君乗れたじゃない、お母さんあなたはやればできる子だと思ってたわなんて言いながらね、感動しちゃったりしてね、これで晴れて親子揃って暴走族の仲間入りねってバカ野郎。いいですね。すごいな、クオリティが高いな。大喜利を極めたら少しは楽になれるかな。ネーム大体ワン。こんなサマーズは嫌だ、全部全力だ。嫌ですね。これは程よい脱力感が魅力のコンビが味を殺してどうするんだって話ですよ。これはサンシャイン池崎と同等になるかな、バカ野郎。いやですね、面白くないんでしょうね多分ね。大竹さんとか全力でボケたりとかしてたらね、前に前に出てボケたりとかしたらね、良さがなくなりますからね。ラジオネーム、ハルテイオニク。こんなドラゴンボールは嫌だ、ね、ドラゴンボールが玉金だ。これは嫌ですね。7つ集めるドラゴンボールが誰かの玉金でね、指定もされてないから適当にかき集めちゃったりしてね、とりあえず春の愛の2個、カバちゃんの2個、カルーセルマキの2個集められたんだけど、あと1つがどうしても見つからなくてね、仕方ないから爆笑問題の田中の金玉、片玉を拝借してきたら、なんだか知らないけどシェンロンが出てきちゃってね、しょうがないから願い事を何しようか考えてたら、突然爆笑の田中が僕たちに新しい金玉をくださいって叫んだら、4人の元に無事玉金が戻ってきましたってバカ野郎。いいですね。めちゃめちゃ面白いな。いいですね。竹締めも、ハルテイさん竹締めもうまいな。本物の息ですよね。あー面白いな。さあ最後いきましょう。ラジオネームミルキーシゲオ。こんな浅田春ちゃんは嫌だ、足が速すぎる、これは嫌ですね。待てとか言っちゃってね、逃げんじゃないとか言っちゃってね、オリンピック選手かよとか言っちゃってね、気持ちいいとか言っちゃってね、バカ野郎。だから何の脈絡もなく最後突然気持ちいいっていうのなんやねん。全然関係なく急に、うん、ええ加減にせよ。なんか一人ずれてんのよな。最後のコーナーいきましょう。日本人がよく言うセリフ、斉藤紳士のネタ、日本人がよく言うセリフを考えてください。ラジオネームミルキーシゲオ。日本人こんなことよく言います、本当の週の始めは日曜やで。これ言いますね。これ言うし、僕も思います、ね。日曜日に今週なって言って言ったら、今週ってまだ今日初日やけどなって思います。はい。ラジオネーム、落ち着いてペニーさん。日本人こんなことよく言います。綺麗な女を見ると土下座させて後頭部を踏みつけたいという気持ちが湧いてくる一方で、逆にこっちが土下座して後頭部を踏まれたいという気持ちも湧いてくるような。いや、お前の気持ち悪い性癖の話を聞いて誰が得すんねん。気持ち悪い気持ち悪い性癖やけど、実際こういう人いるんですよね。だからそういう世界が成り立ってるんでしょうけど。ラジオネーム無回転観覧車。日本人こんなことよく言います。すいません、62円切ってていくらですか。これでもね、62円切ってってありましたよね。62円の値打ちしかないのっていう歌がありましたからね、昔。ただ僕郵便局行った時に、昔62円切ってくださいって言ったら、はって言われて、62円切って、60円切ってじゃないんですか、62円切ってってなかったでしたっけっていうことがあったんですよ、一回。あれ、いまだに何やったんやろうと思うんですけど、ありましたよね、62円切ってってね。不思議なんですよね。ラジオネームバナザードアップショー。日本人こんなことよく言います。こちらでしたら男性でも食べやすい甘さになっております。いや、何勝手に男イコール甘いものが苦手って決めつけてんねん。わしは甘いものが大好きやねん。いや、もうこれようわかるわ、ほんまに。
男性でも食べやすいって言いますよね。なんか甘いやつとかでなんかこう甘さ控えめみたいなやつを男性の方でも全然と、男性でもチョコとかむちゃくちゃ食うからなって、僕も甘いもん好きなんで思いますね、それはな、それこそね今言う差別ですよ、そんなものは男を差別してんのかこの野郎って言いたいところですよね。西尾維新の世界にどっぷり使って、ゆざめしたいネーム大体も僕は西尾維新さんのちょっと世界あまりねちょっと使ってないんですけれども、日本人よくこんなこと言います。いやー飲んで忘れよ、いや全部は忘れんわ飲んで忘れよって言いますよね、無理ですけどねそれね日本、ごめんなさい、カーボーイと不毛な議論では全然読まれないけどこのラジオで送ったのが結構読まれてるので嬉しいですね。うな重一丁、日本人こんなことよく言います、実家に帰らせていただきます。いやドラマか映画でしか聞いたことないだろまあでも実際言った人が昔いるんでしょうね、多分実家に帰らせていただきます。別れますとかじゃなくその言い方、まあセンスがあるっちゃありますよね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、日本人こんなことよく言います。ジェニーハイの中島一休が芸人と交際か、30歳だから水木しげおと付き合うなら20年遅かったな、ね、これツイートで流れてきましたけど誰なんですか。そいつドイツの坊主のねこと付き合って、まあいいんじゃないかなというふうに何とも思わないですけど、もう一回いきましょうかね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、日本人こんなことよく言います。狩人の加藤高道でいいんですかね、これ。加藤高道が岡本敦子と交際か、いやいやあずさ2号ってダッチワイフじゃねえからまあここそうですね、何ヶ月かで一番ハッピーなね誰が興味あんねあれ、ハッピーな出来事ですよね、それは思いますけど西尾維新の世界にどっぷり使って、ゆざめしたいネーム大体は、日本人こんなことよく言います、想像だけならただやからな気持ち悪いこと言うなまあね、想像するだけだったらただなんでね、でも想像してるでしょ皆さんね、怖いですよね、よく考えた男の人ってね、身近な女性との行為とかを想像してねやる人とかいますからよく考えたら怖いですよね、ラジオネーム落ち着いてペニーさん、日本人こんなことよく言います、女にも性欲はあるんやで、ただし不細工に浴場する女はおらんけどな、そんなの信じるか、女の性欲っておとぎ話やろ確かに男はそう思ってしまいますよね、女の人の性欲なんてあるわけはないだろう、まあ、ないわけはないですけどね、ラジオネーム無回転観覧車、日本人こんなことよく言います。あれネジが落ちてるこれ何のネジだこれあるわ、なんか組み立てた後のね、あれ一個余ってるあの不安たるや何なんでしょうね、もうね、ってありますよね。ラジオネームブラムサお寿司、日本人こんなことよく言います。時の経つのは早いもの、そしてこう続けます、飲んで経つのは元気もの。いや今女性の前でこんなこと言ってニヤついたら裁かれるやろうなね、もうそんなことも言えないですし、今もうセクハラってなりますからすぐね。西尾市の世界にどっぷり使って湯冷めしたいネーム大体ワン日本人こんなことよく言います。なんか食べちゃうなそれが人間の差がやなんか食べちゃうよね、でもね、なんか食べちゃうんですよ、それが良くないんですよね、それで太るんですよ。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ、日本人こんなことよく言います。ミルキーラッキーというネタが完成するまでにキャンパスノート10冊以上費やしたらしいで、これガチちゃうかなって思うんですけど、あの人のノートを見たことある人はガチなんかなって思いますよ。むちゃくちゃ細かい字でびっしりノートし、もう上から下まで綺麗に埋めますから。んで
これで残ったネタなんぼあんのって言ったらゼロですねって言うから何書いてんの、ほんならここにっていう、ミルキーさんがメロンを食べるだけの動画絶対おすすめネーム、広末が見たら多分惚れると思う。なんやそれ。日本人こんなことよく言います。この動画人生で最も無駄な3分53秒だったわこれ僕も見ましたけどもあのなんでしょうね、ほんまに無駄な時間だなと思いましたけどあのね、芯に近づけば味が無だっていうのをやたら気に入って何回も言ってましたけど、ラジオネームバナザードアップショー。日本人こんなことよく言います。好きなタイプは特にないです。好きになった人がタイプです。いやそれ当たり前やろ。ほんならその好きになった人がどんな人やったか言えやこれほんまにそう、よく言いますよね。うん、好きになった人がタイプかなっていうねそれを聞いとんねや。あ、そう、これなんですよ。お盆休みにも金ラジオ特別編をやってほしいネーム、早速流す曲のリストアップお願いします。これそうなんです。これをしようと思っております。再来週夏の、夏の曲、また収益化を無視した、放送というのをちょっとやりたいなと思っていまして、夏を感じる曲、夏の初めにね、流して、ちょっと浸ろうじゃないかというふうに思っておりますのでね、何とぞよろしくお願いいたします。はい、日本人こんなことよく言います。もうこのコーナー日本人がよく言うセリフとか関係なくなっちゃってるじゃん。今更気づいたのかよって。言うぞ、お前だけやあんたが壊しとんねよみんなちゃんとやってくれとるわ。西尾維新の世界にどっぷり使って湯冷めしたいネーム、大体は日本人こんなことよく言います。俺の声変ちゃう知らんわ特にね、録音したの聞いたりとかすると思いますよね。あれ、俺の声変ちゃうこんな声ってなりますから、ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。日本人こんなことよく言います。今年の夏もクーラーなしの生活かやばいな、死ぬぞマジでねえ。昔はありましたけどね、そういうのはね。ラジオネーム無回転観覧車。日本人こんなことよく言います。チーズケーキください。え、おいくつですか。私今年で32歳です まあもう未だにね、こんなミスをする人はいないとは思うんですけどもね。さあ最後いきましょう。ラジオネームミルキーシゲオ。日本人こんなことよく言います。ちょいとそこのお嬢さん、鼻フックの跡がついてますよ。ちょっとわからん、今日なんか全体的にわからんエンディングです。はい、というわけで今週はね、ゆったりたっぷりやらせていただきましたけども、来週ちょっと言いました通り水曜日にちょっと収録をしますので、火曜日までに来た、だから火曜日までに送れとか言わないです。本当に火曜日までに来たネタの中で、やりたいと思いますので、大変申し訳ございません。本当に僕の都合です、申し訳ないです。来週再来週厳しいんですよ、ちょっと。なので火曜日までに送っていただいたネタの中から水曜日にちょっと収録をして金曜日にアップしたいと思います。はい、で再来週はですね、夏のソング特集ということで、今年の夏は夏いっていう古い漫才みたいなこと言いましたけど、今年の夏は暑いということでございまして、その暑さを吹き飛ばすような夏を感じるねホットチューンをね、たくさんかけますので、特別編ということですので、ネタの方は、大丈夫ですので、はい、という感じでちょっとね、変則的になりますけれども、来週が、水曜日収録、そして再来週は特別編という感じでやりますので、何卒よろしくお願いしますということで、今週は以上でございます。暑い日が続きますけれども、どうぞ皆さん、体調には十分留意して水分をしっかりとっていただきたいと思います。はい、というわけで今週は以上でございます。また来週お会いしましょう。さようなら。